侍フリーセッション。本日はなんと俺の年と同じ回数70回を迎えたという。しっくりと今日は塗料ですね。人を透明抱いていた。裏若き乙女に傲病とも言うべき病があるとは思えなかった。骨のように細く今にも消えそうな白い羅針が眩しく輝いていた。身動きもしない傍らの男を乙女の愛しい人の泣き殻なのか。乙女は失った人のその死を感じ得ないのか。
のマドンナはまるで飾り窓の恐怖のようだ。こちらをじっと見ている。あまりにも幻想的な色彩だった。この世にはありえない花がキャンバスの上に咲き誇る。
自分の意識がどこにあるのかと、防波服としてきた意識の中で、その美しい花は目の前に花開いた。花は七色に光る。それは実は花ではなくコップであり電球だったんだろう。俺の目には七色に光を放つ花だった。あの時人乙女がそばにいた。ドクロの姿をしていた。やつは俺にしっかりと美しいものを見過ぎたために。